物かと思った俺、本物なんですか。本物です。ちょっと皆さんどうですか。あ、手と足が一緒に出てる試合のなんか歌声聞こえてこん。え、相当面白い。ビーチサッカーチームドルソレ暮らし、はい、マイケル社長です。ファイヤー、今日はですね、ドルソレのスポンサー様であるビジネスホテル暮らしにやってきました。パフ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 。この場所は福橋駅の西口から徒歩3分ぐらいで来れますね。このビジネスホテル暮らしがリニューアルオープンしたんで、ちょっとねマイケルどういう風に変わったのか潜入してみたいと思います。レッツゴー。いやー、あ、こんにちは。こんにちは。ちょっと待って。完全に、はい、上田支配人です。ビジネスホテル、福橋へようこそ。お待ちしておりました。え、試合にどうしたんですか、今の登場は。今日はちょっと雨が降ってるけど、気分を盛り上げようと思って、出方を考えました。で、試合に、はい、えらい変わりましたね。ありがとうございます。めちゃくちゃ変わってますやん。これは、まずうちのですね、メインですね、これが。はぁ、観葉植物。はい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 。これ福田植物園さんで設計して作ってもらいました。はい、これ本物ですよ、本物。これ、うん、偽物かと思った俺、本物なんですか。本物です。なんかこういう一個一個木が入ってますね。そう、今回はですね、はい、木を たくさん使ってます。はいはいはい。全部こういうのは杉。杉、はいはいはい。杉を全部、天然の杉ですね。次はなんか抗菌作用があるというふうに言われてますので、なるほど、抗菌作用あったんですね。はあ、また受付もめちゃくちゃおしゃれにパワーアップしてるじゃないですか。なんすかこの曲がってる感じ。洞窟みたいでしょ。洞窟、はい。で、間接照明でちょっと赤字を上下からつけてます。へえ。いや、これはね、泊まりやすそうですよ、これは。支配人、はい、これなんすか。それはですね、入浴剤です。入浴剤ってビジネスホテルに置いてるんですか。はい、当ホテルのですね、はい、お風呂は、浴槽は、はい、ちょっとしたマンション並みの大きさがあるので、はあ、ゆっくりね、お風呂に使ってもらって、はい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 、疲れを癒してもらおうと。サービス、良くない。サービスで、これお風呂入ろうかなって思うよね。入ってみますか。お風呂入って帰る。ちょっと脱いでみますか。ここでは脱げへんけど今日の試合にめっちゃ攻めてくる。今日の上田試合にめっちゃ攻めてくる。いいよ、ここで脱いで。試合に、あとここ長寿会場もきちっとされてるんですよ。ちょ、入っていいですか。はい、どうぞ。はい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 。ご飯は地元の西川から、はい、あ、そうですか。西川の農家から直接取ってます、買ってます。お味噌汁は、の味噌は福岡の大名にある上級醤油でというところから直接買ってます。なんかビジネスホテルの朝ごはんって結構なんかね、なんか適当って言ったら悪いですけど、なんか冷食とか使ってません、ね、普通のな、え、全部こだわってんすね。全部手作りです。それちょっと皆さんどうですか。手作りの朝食が食べれるビジネスホテル、俺聞いたことないね。じゃあちょっと試合に、なんかおすすめの部屋がなんかあるとか言ってましたよね。はい、ちょっとお風呂入って帰っていいですか。いいですよ。当ホテルが自慢のスーペリアツインというのがあります。スーペリアツイン、はい、デラックスと普通のツインの間のことをスーペリアと言います。へえ。他のホテルに比べてもちゃんとしたツインになってますので、はい、快適に過ごしていただけると思います。はい、じゃあちょっと試合にそこまで、はい、お願いします。はい、行きましょうか。あ、手と足が一緒に出てる試合の今日ボケがすごく入ってくる。めちゃくちゃ面白い。こんな試合人じゃなかったんですよ、本当は。どうぞ。あ、はい、あ、201号、こっちですね。はい、あとお願いします、はい、じゃあ、なんか靴があるよ。もう誰か入ってんのかな。お客さん、お客様がいるかもわかりません。嘘でしょ。どうします。いいですか。試合に何すかこれ。分かりません。本当に言っていいんすか。どうぞ。マジっすか。えっ、お客様が入ってるかもしれないのに入れられたの大丈夫っすか。でもこの靴なんか見たことあるぞ。おい、ちょっと、おい、お父さんおかえり。お父さんおかえりじゃねえし。お、お前家じゃねえんぞ。いや、おい、今日ここ歩け。でも今日俺上田試合人が
ちょっとお風呂でもどうぞって言われて、今日持ってきたのこれ。あ、じゃあ今から入りますか。でももう準備したっすよ、うん、あ、準備してくれた。お湯入れとおけ、入っていいっすよ。準備良くない？いや、じゃあちょっとお風呂行こう。え、ここ支配人、ここはトイレですよね。トイレです。トイレ、あ、バスタオル、ありがとう、バスタオル、ありがとう。トイレを見てください。ここはトイレですよね、はい、おー、ビジネスホテルでこの別のトイレっていいよね。いいいいいい。ちょっと待って、なんか歌声聞こえてこん？え、なんか歌声が聞こえて、え、ちょっと待って、誰か入っとんやけど。ちょっと待って、誰？ちょっと待って、ドルソーレのサイドチェストリクームがいました。普通に風呂入っとん？お前普通にめっちゃ風呂入っとんや。え、でもさ、はい、リクーム、はい、これめっちゃ部屋綺麗じゃない？めっちゃ綺麗です。ビジネスホテルのお風呂どうですか？洗面台みたいになって、おう、あのお風呂がめちゃめちゃ入りやすいです。で、トイレも一緒になってないから。ああ、だいたいね、俺ら遠征でさ行ったらさ、はい、大体トイレってさ、はい、一緒やん。いや、一緒ですね。これなんか一人暮らしの家みたいな風呂やもんね。だからもう、あのトイレついてて、うん、お風呂場のとこって洗い方わかりますか？わからないじゃないですか。わかるわかる。めっちゃいいですよ。いや、めちゃくちゃいい。支配人、なんか勝手に入ってるやついました。支配人、勝手に。今日も大丈夫です。今日、上田さん、キレイキレイ上田支配人、マジで相当面白い。でも試合にちょっと話は戻りますけど、はい、めちゃくちゃここ部屋広いじゃないですか。そうですね、だいたい畳で8畳ぐらいあります。畳で8畳、はい、はー、しかも2人掛けのソファーでなかなかない、なかなかないよね。で、だいたい120センチのセミダブルを2つしてますので、あれを例えばこうくっつくんですね。ジャッコ、うん、あのキングサイズの240センチでってなりますので、家族で。子供連れとかめっちゃいいですね。確かに。はい、上田支配人、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。最後にちょっと PR と言いますか、はい、あの、イクワシの皆さんに、はい、あのビジネスホテルイクワシを知っていただきたいなと思いました、ね、僕も。今回はあの地元のイクワシ、ケイチク、宮古町を含めてですね、地元の皆さんにご紹介のために YouTube でさせていただきたいと思います。はい。で、地元の皆さんで、まあ、ご利用方法というのはいくつかありまして、例えば、夏場台風が来た時の避難とか、あるいは冬場雪が降った時の、運転するのが難しい時に、まあ、前もって宿泊するとか、法事、あるいは結婚式、あるいはスポーツ大会などなどですね、ご利用いただきます。で、当ホテルはシングルが一番多いんですけども、他にツインとか和室とか各種いろいろ部屋のタイプ揃えてますので、まあ、お電話でお問い合わせいただければ、はい、すぐにお答えできますので、どうぞお気楽にお電話でお問い合わせください。あの、また概要欄にホームページ載せておきますので、ぜひそちらからね、あのホームページ飛ぶように。ここここですねっつってということになりますので、はい、いや、今日は試合に本当ありがとうございました。いや、こちらこそどういたしまして、いつもグータッチでやってます。ありがとうございました。ということで、今日は、ドルソレのスポンサー、ビジネスホテルイクワシに行ってきました。いや、お疲れさんでした。いや、もう面白いですね。いや、改めて、ビジネスホテルイクワシの支配人、めちゃめちゃキャラが変わってました。はい、いつもと違いすぎて、こんなキャラだったんだと思ったんで、実に愉快な支配人が皆さんお待ちしてますんで、ぜひね、ゆっくりできますんで、何かの際にご利用ください。ということで、今日はこれにて終わりにしたいと思います。ほな、チャオ。